私ヒルタ兄がナレーションをお届けしていきます。前回は群馬県伊勢崎市にて私の推し食材ナスを学びに行きました。今回も同じく伊勢崎市より直売所にお邪魔しますよ。さあ前回に続き群馬県伊勢崎市からお届けしておりますが、今回は伊勢崎市にある直売所 JA 様伊勢崎ファーマーズマーケットカラカーゼにやってきました。引き続きこの3人でお届けします。お願いします。お願いします。すっごい大きいよね。大きい。早速ねこのカラカーゼを、ご案内していただける方お呼びしたいと思います。せーの、つねみさん。はい、よろしくお願いします。今回お世話になるカラカーゼ店長のつねみさん、よろしくお願いします。関東最大級の直売所でございます。そうなんだ。もう通じて新鮮な旬の成果物がたくさん揃ってますので、ぜひあの店の中に行きましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。せーの、レッツゴー。突然無茶ぶりすいません。でもちょっとやってくれた、優しい。ここずっとトマト。すごいね。なんでこんなにトマトいっぱいあるんですか。まあ、やっぱりあの、まあ、いわゆる中玉トマトかこういったあのミニトマトです、まあ、これもうちの JA 最先のルージュの宝石箱というあのミニトマトでして、一応これもあの高糖度の、まあ、糖度 8% 以上のものが、まあ、このルージュ宝石箱というブランド名で販売されているトマトですね。すごい。でもやっぱさ、一つのものでめちゃくちゃいっぱい種類あるって直売所のいいところだよね。ですね。的場先輩の言う通り、直売所は一つの野菜でも生産者の方によって異なる品種などを購入することができるので、ほんとワクワクしますよね。全国つつ裏裏いろんな直売所があるので、どんな農産物に出会えるか楽しみ。こちらに並んでる生産者の野菜はJA タウンの野菜ボックスの組み合わせでもあの購入できますので、その時期に応じた、まあ、店長厳選してですね、あの野菜を詰めて皆さんにお送りしておりますので、ぜひ JA タウンの方であの注文いただければと思います。いいね、それワクワクするね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ファーマーズマーケットカラカーゼで特に人気の商品を2つ紹介しちゃいます。小玉スイカですね。沢井先館内でも県内で盛んに小玉スイカ作られてます。まあ、あの県内でもそうですね、まあ、2番目の産地になってますので、はい、ちょうど今があの甘みが乗って大変美味しい時期だと思います。今皮が薄い、ちょっとした衝撃でもちょっと割れてしまうので、ちょっと店舗でも扱いは大変こういったあの叩かないようにという形であの注意はさせてもらってますね。うちの JA 最先のですね、まあ、おすすめオリジナル餃子ですね。こちらがあのニラ餃子ということで、沢井崎あのニラの盛んな地域でして、そのニラをですねふんだんに使ったあの JA のオリジナル餃子になってます。絶対美味しい。一応これが4月の1日からあの販売を始めたばっかりで、はい、で結構あの食べたお客さんから好評を得ていてですね、あの直売所の前今売れ筋商品になってるところですね。このニラ餃子 JA タウンにて現在販売中です。ぜひお試しあれ。ナスの仲間を探しましょうのコーナ ー。やってきました、クイズタイム。今回は直売所で売られている野菜の中からナスの仲間、いわゆるナス科の野菜を探し当てるクイズ。制限時間は5分、選べるのは3つまで。不正解の食材を持ってきたらマイナスになってしまいます。そして間違えたら罰ゲーム付きです。あおちゃんだけちょっと不憫なのよね、やっぱりね。そうですね、毎回参加するから。そっか。大和先輩は1度目のクイズで中村先輩と罰ゲームを受け、2度目のクイズでは根本先輩に敗れ罰ゲームを受けちゃっていましたね。果たして今回はいかに。ここで的場ヒント。的場先輩、今回は頼みますね。
え、どういうこと？行きましょうか。え、なんだろう、ナスか？ナスか？今私が食べたいやつをカゴに入れていきます。トマトとナス？トマトとナス？一旦トマト入れておきます。一旦後でちょっと考えます。5分なのでね、ちょっと急ぎながら。じゃあ、ひるたえりさん、はい、何を選んでますか？私、今のところまだトマトしか選んでないんですけ ど、 ど、でもワンちゃん、ナスの近くに置いてあるのもナスかじゃないかなって思うんですよ。なるほどね、そういう考え方がね。そう、うんうんうん。ポッポポッポ、ヤマト、アオさん、うわ、びっくりした何選んでる？ズッキーニ。おお、なるほど。あの、カリン先輩のヒントの意味が分かりません。なるほど、あのね、私がそのヒントで出した食材は、うん、私が一番、え、それナスかなのってびっくりしたもの。キュウリ？キュウリって、キュウリの仲間も分かんない。ウリ？ウリか。ウリって名前ついてるからナスではない？果たしてこの短い時間の中で2人とも3種類のナス科の野菜を選べたのでしょうか？的場先輩のヒントは2人に届いたのか？努力した。分かった結果発表めっちゃ声でかやってみたかったのこれ。さあ答え合わせです。どちらがあの恥ずかしい罰ゲームを受けることになるのか。あおちゃんからいこうかな。はい、ゴーヤ。ゴーヤ、はい、ゴーヤはなんか さっきカリン先輩のヒントでなんかこうしてゴツゴツしてるイメージがあったから、はあはあ、そうかなって思ったんですけど、うん、きっと違うだろうなって思って。あ、自信はあまりないね。ないです、これはないです。ゴーヤはもう大丈夫です。私心に余裕があるんで。いきなりマイナス1ポイントになっちゃったヤマト先輩、巻き返すことができるのか？トマトです。おい、トマト。ただあの最初に3人で見てもらったじゃないですか、うん、その時にトマト食べたいなって思ったのでトマトにしました。なるほど、はい。こちらはなんとトマトはナス科です。うそ、正解。あれで1ポイントそうなの？トマト意外だよね。トマトってナス科なんだって。他のナス科の仲間も意外なやつかも。ズッキーニ。あ、なんかズッキーニは似てるなって思って、ナスに。僕はうーん、ナスズッキーニは帰ろうかな。ナス科じゃありませんでした。ピーマンです。ピーマン。ナスの隣に置いてあったんですよ。あ、ナスのお隣さんだったから、やだ。じゃあとりあえずピーマンでって思って、なんとピーマンはナス科です。え、そうなんですか？ナス科なの。さあ次がヤマト先輩ラスト。トウモロコシです。的場先輩即答すぎ。もう分かってたけど、ヤマト先輩敗退。前回に引き続き罰ゲームが決定しました。私のラストの野菜はキュウリ。しかしこれはナス科ではなくウリ科でした。さて、あと一つ代表的なナス科の野菜があるんですが、何だと思いますか？みんなも絶対に食べたことある。ジャガイモ。びっくりじゃない？え？ジャガイモ？どこがなんかこうなるんですか？ヒントに疑問を持たなくていい。ジャガイモがナス科だということに驚きなさい。これどこ？これってどこ？ジャガイモがナス科なんてびっくりだね。さて、負けちゃったヤマト先輩、ナスでダジャレお願いします。簡単でいいんですか？あ、もうそこはもうあおちゃんの加減でお任せします。今日大人が多いんですよ、見てる大人が、ね、いつもの倍くらいです多い、多いです、ね、みんなでやりません？あ、まあ、みんなでやる？うんうん、あれ、なんかみんなで罰ゲームやることになっちゃったよ。せーの、ナースでごめんな。全部あなたのせいです全部あなたのせいですからね今回のご褒美は何ですか、おちゃん？さは伊勢崎オリジナル餃子手包みニラ餃子でーす。おーい、ごめん、おちゃん。もう知ってるんですよ。あおちゃんはもう罰ゲームを受けた上にこちら食べられません。な
なんでお待たせしました。わー、喫茶店ギラギョーザです。ぜひ味見してください。ありがとうございます。本当に2人分しか言いました、ね、来ましたよすごい、そう、焼きたてをいただきますよ。いいの、せーの、いただきます。召し上がれ。やったー。すごい、なんか作っている人みたいな。楽しみ。手包みなんでね、ソースもかかってますよ。かかってるね。焼きたて熱々、乾杯。ニラがぎっしり、たっぷりだ。すごい。ニラぎっしり。私、中の具材もすごいたくさん入っててボリューム満点ですね。ね、なんかああやってパックで売ってる餃子ってもうちょっとやっぱちっちゃいイメージがあるから、うん、一つ一つ手包みってことで、ね、めっちゃでかい。せーの、ごちそうさまでした。さあ今回は直売所カラカーゼにお邪魔しましたが、うんうん、2人ともどうだった、はい、愛理ちゃん。そうですね、ここはあの北関東最大の場所ということもあって、うん、すごいたくさんのお野菜とか、うん、食材がたくさんあってすごい見てても楽しかったです、うん、そして何よりねニラ餃子が美味しい、うん、もう何個食べても飽きない味だったので皆さんもぜひ食べてみてください。食べます食べます。私はナス科が結構びっくりして、うん、ピーマンとトマトとジャガイモ、うんうん、よく食べる野菜じゃないですか。そうだね、うん、だからなんかいろいろ何かとかももっと気になりました、うん、ウリ科とかあるじゃないですか、うんうん、意外なものがたくさんあるんだろうなって思って。そうだ ね、 ね、また直売所行った時に見てみたいなって思いました。いろいろ調べたくもなった ね、はいはい、ね、これからも食の魅力、そして農業の大切さ大変さをこの番組を通じてお届けしていけたらなと思います。はい、今回ご協力いただいた皆さんありがとうございました。せーの、次回もお楽しみに。バイバイ。今週はここまで。先ほどのニラ餃子 JA タウンにて発売中ですので皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。さあ次回はなんとみずみずしくて甘い桃、そしてなんと見てください、晴れてないですか、的場先輩がいないから、あれ